せてちゃんと育てる。それから母が大変な思いをしたことを私は全然覚えていません。わんわん今作ってるよ、待っててね、ユキ。わんわんもうすぐだから。わんわんユキ。怒ったりぐずったりするとよく毛を逆立てて狼の姿になったといいます。もうしょうがないな、先にビスケットでも食べてて。私は大ぐらいで朝から晩まで食べ物を求めて泣きわめいたそうです。朝食でひ弱な弟のアメとは大違い。母は子育てのために大学を休学しアルバイトも辞めざるを得ず。危ない。父の残したわずかの貯金が私たちの生活を支えていました。え？によると私たち兄弟は人間と狼どちらの生き方をすればよいかまるで迷っているようだったといいます。